ちら諏訪サービスエリアですね。本日2023年12月8日、第3棟のね金沢公園のために、車で金沢に向かっているところだったりします。もうね奥の山も雪をちょっとかぶっている山があったりとかして、だいぶ冬っぽくなってきましたね。はい、ではねまだ残りあるので、このまま中央道を走りながら金沢に向かっていきたいと思います。さっき食べたね、山賊そばなんですけれども、今朝何時？今朝10時半なんですけど、まあこの時間にね食べるようなものじゃなかったかなっていうのがあったりします。お腹いっぱいですね。はい、では、このまま向かっていきましょう。はい、それではですね、お腹もいっぱいになった、そしてコーヒーも買ったということで、ドライブの続きを楽しんでいきたいと思います。東京から金沢までだいたい6時間から8時間を目安に運転をしておりますので、だいぶのんびりとした気持ちで運転をしています。そうすると雪が道の端に見えてきました。ずっとね山を登ってきているので、標高が上がって雪が景色に見えてくるようになってきています。雪山での運転なんかもね結構綺麗で好きなので、楽しみが増えていきます。トンネルを抜けたらどうなるのか。はい、金沢に向かっている最中なんですが、さっきね休憩してからもうすぐ長野道に入りましたね。今は松本で降りて、雪です。いいですね雪。もう全然スノボ行けてないからスノボ行きたいですけど、こんなね、はい、雪の中からお届けしました。あっちは山が綺麗ですね。うん、いい。今年初めての雪を楽しみにしながら、雪をペタペタ触ったりなんかして運転の続きをしていきます。いやー、やっぱね雪の中を運転するってすごい綺麗なので好きなんですよね。ただ油断は大敵、滑ったりしないように慎重に運転をしていきます。まだまだ太陽が高いので、途中で気づいてしまったことがあります。金沢に向かう途中に飛騨高山だったり白川郷だったりがあるということに。青看板でその名前を見るたびに立ち寄る時間があるんじゃないかなんてことを考え始めました。そしてですね、せっかくこんな場所に車で来ているのだからと寄り道をしながら金沢に向かうことに決定します。まず寄ってみたいのは白川郷、雪も残っているかななんて期待をしています。実際来てみると雪は残ってなかったんですが、すごく綺麗な場所ですね。こんな風に街の中を流れる用水路もとても水が綺麗、魚もこんな風に泳いでいます。1匹だけじゃないんですよ、2匹3匹ふと見るとこんな風に生き物が息づいている街ですね。おや、魚に威嚇されちゃいました。そして田んぼもあります。この白川郷の素晴らしいなと思ったところはですね、今でもこの町に生きている方々がいる、そして生活をしているので、エアコンの室外機なんかもね見えたり、車が見えたり、生活、今の現代を生きる生活の跡が見えるんですけれども、まあ、逆にね初めはこの村のその景観を損なってもったいないのかなっていうふうに思いながら見てたんですけども、町を散歩していく中で、逆にこの感じがあるからこそ今この場所でこんなに綺麗な生き生きとした村があるんだなということを実感したりします。この川も見てください、そこの方まで見えてしまっています。これねもうちょっと季節が後ろに倒れて雪があるな時に来たらめちゃめちゃ綺麗なんじゃないかななんて想像が働いてしまいます。ちょっとね小腹も空いてきたので道を歩きながら散策、いくつかねご飯屋さんなんかもあったんですけれども、どこもちょっと混んでいたので、みたらし団子、お団子屋さんを発見しました。こんなところで食べる団子美味しいに違いない。そして発見したのがとちもち、
ここでとちもちをいただくことにしました。お皿に乗っけていただくとちもち、焼きとちもちは非常に自然の甘みがあって美味しかったです。そしてこの写真、へのへのもへじなんですけれども、僕がノートの日本を楽しむのマガジンのトップページに採用させてもらったりしています。なかなかへのへのもへじ生で見る機会もないので、僕の中では日本の原風景と言えるような景色なので採用させてもらいました。まだまだ運転は続きますが、日がだいぶ沈んできました。暗くなる前には着きたい、なんとか頑張って着きたいなんて道を急ぎます。そして疲れた。朝になって朝ごはんを食べてから今日の講習会へと向かっていきます。ピザにカレーにサラダにスクランブルエッグ、なんて贅沢な朝ごはん。そしてホールに向かう途中にはこんな静かで素敵な神社がありました。できるだけね、演奏する場所の近くにある神社には立ち寄って挨拶をさせてもらうようにしています。はい、会場のねすぐ近くにある神社だったのでちょっと立ち寄ってみました。今日は琴の講習会です。あっちが金沢駅、なんと金沢駅から直行で行けてしまうというこのホールの便の良さ。そして講習会が始まりました。皆さん気づきますか？奥の方に今回共演する尺八の神永大輔も講習を受けていることに。実際ね、第3講習受けてくれたの、僕の講習会はねもちろん初なんですけれども、結構やっぱりちゃんと琴弾けるんですよね。なんか某バンドではね琴を弾くことなんかもあったりするみたいなので、その効果が現れてるんじゃないかと思います。講習会はね僕も着物で参加して、中ではこんな風に皆様に僕の演奏を聞いていただく場面なんかも作りました。いろんな技法が出てくるこの桜をですね演奏して、表現だったり技法の音色の違い、表現の違いなんかを皆様に聞いていただく機会にしました。そして講習会の後は懇親会です。食べるぞ。そして演奏会当日、これはですね皆様で椅子を準備してくれたり、僕は今舞台上の設営をしているところですね。やっぱり演奏会当日ともなるとちょっと緊張感のある空気に変わってきます。皆様ね、お越しいただける方々が見やすいようにと椅子を配置していったり、僕もねどこが見やすいかななんてことを考えながら楽器を配置していったりします。やっぱりね舞台に置くものは尺八よりも琴の方がたくさんあるので、ちょっと早めに行って、椅子台、琴、譜面台とねいろんなものを準備していきます。今上の照明がついたんですけれども、この琴のところがちゃんと照明に入ってるかなんていうのも合わせながら、尺八のとこ立ち位置のところもね照明がついたりしたので、照明の明かりのチェックをするために第3を招いて、見やすいところとかね、お互いの演奏がしやすい場所を相談しながら照明の方との打ち合わせも同時で進めていきます。そしてリハーサル。真面目に打ち合わせをしていますね。字明かり、こんな風にね曲の前にどんな風な状態になっていつ入っていくかなんてこともこのタイミングで綿密に相談をしていきます。D マイナーから。そう、この日実は1曲目ね千本桜を演奏するんですけれども、千本桜いきなり演奏するよりは琴と尺八の音を聞いてもらえるような、即興的な部分をつけようということで、D マイナーのキーで何か適当に弾いてみようっていう風に話をしていたので、そこの音合わせからちょっと始めていっています。実際本番はねこれとまた同じことをやるのか違うことをやるのか、それは2人にしか分かりません。さあリハーサルも終わって、あとは開演を待つばかり。
このリハーサルの後の時間もいろいろとすることがあります。僕はチューニングをしたりですね、照明の方は照明の色をチェックしたり、椅子で見づらいところがないか、そんなところをチェックしたりしていきます。はい、ただいまですね、開演の10分前ということで、だいぶ会場内も慌ただしくなってきました。はい、そしてお客様が入ってきました。ここからはですね、ちょっと副音声的に僕も喋りながらコンサートの全曲ダイジェストをお楽しみいただこうと思います。こちらはさっきリハーサルでも皆様に聞いていただいた1曲目千本桜の冒頭部分です。尺八と琴の2人だけなので、いきなり曲に入るよりは尺八と琴の音色を聞いて楽しんでいただける冒頭部分を最初につけました。ちょっとことだけですので、いつもの速いテンポではなくてゆったりとしたテンポで、それぞれの楽器の響き、そんなものがですね、皆様によく伝わるように、楽曲の良さも伝わるように、少しゆっくりめにして今回は演奏をしています。どうでしょうか、尺八と琴で聴く千本桜、少しゆったりなテンポでも違和感なく聴いていただけるようになってるんじゃないかなと思っていたりします。まずはこの曲で始まって、コンサートはさらに進んでいきます。ガラッと変わって箏曲古典乱れ、こちらはですね、1600年代に作曲されたと言われている箏曲の古典です。ゆっくり始まってテンポがだんだんと上がっていきます。そして本格的な箏曲を聴いていただいた後には、神永大輔作曲ある朝京都にて、第3が作る曲はやっぱりどこかしらケルトの音楽の雰囲気が漂っていて、非常に温かい気持ちにさせてくれる曲な気がしています。そしてこちらは尺八独奏古典本曲鶴の巣ごもり、尺八の音色を存分に楽しめる曲となっています。
今回の共演の尺八の第3話ですね、非常に振り幅の広い演奏者の方で、ゲーム音楽、ケルト音楽から尺八の古典本曲まで何でもね曲が吹けてしまうので、すごく幅の広いコンサートを今回は意識して作ってみました。そして一部最後の曲、葉加瀬太郎さんの情熱大陸です。これも尺八とことで演奏するのが意外に感じるかもしれませんが、僕は非常に相性がいい曲なんじゃないかと思っています。僕と尺八の第3で渾身の情熱を込めた演奏をどうぞお聴きください。最後にはですね、スペシャルゲストも来てくれました。石川観光特使の玉姫ちゃんです。100万のこの前だけにたった3つでお嫁に来さされた徳川家康の孫娘なんです。でも彼女がいなければ今の100万の金沢はなかったと言われているぐらいの素晴らしい素晴らしいお姫様なんです。そして2部が始まります。2部は琴独奏で僕の作曲したビサイドという曲から始めていきました。この曲はですね、僕が不定期で開催している写真展のタイトルに合わせて作曲した楽曲で、このビサイド、日常にある特別なことに気づかなくなっていませんかというようなメッセージを込めた曲だったりします。2部はオリジナル曲の独奏から始まって、そして2曲目は長澤勝利作曲宝春という現代邦楽というジャンルに分類される曲を演奏しました。こちらも琴と尺八のために作曲された曲で、名曲として昭和の頃から残っている曲だったりします。前半はですね、尺八の美しい旋律を琴が支えるように寄り添うように演奏をしていきます。
そして後半はですね、テンポがぐんと上がってテクニカルな演奏の中で2つの楽器が呼応するように旋律を重ねていく非常にスリリングな楽曲となっています。今回も複雑な曲なので、いろいろと工夫をしながら演奏をしたりしています。今回は古典、オリジナル、そしてこの現代邦楽、ポップスなんて幅が広い演奏を皆様に聴いていただくようにプログラムを考えていきます。そして本格的な現代邦楽の次には、皆様のご存知の美空ひばりさん、愛さんさんを演奏しました。この曲では第3が弦という黒い尺八を吹いていたりします。琴と尺八の音が非常に相性のいい曲だと思っています。そしてコンサート最後は吉松隆作曲創業譜という曲です。この曲はですね、僕が21弦25弦というですね、弦の多い楽器を演奏してみたいと思うきっかけとなった曲だったりします。ことにもこんな可能性があるのかというのを気づかせてくれた大好きな曲です。そして皆様からのアンコールでお答えしました、神永大輔作曲エルフィンネルカミーノ。この曲もやっぱりちょっとケルティックな雰囲気がある第三らしい曲だったりします。約2時間弱にわたるコンサート、皆様と楽しい時間を過ごせたんじゃないかと思っております。お越しいただいた方々、そしてここで聞いてくれた方々、皆様どうもありがとうございます。そしてコンサートの後は打ち上げ、今回お邪魔したのはマイドさん、ダイさんと一緒に入っていきます。アジフライにナポリタン、お好み焼きなんていう家庭料理を美味しく味わえちゃうお店、いやー美味しいお店でした。そして帰り道も安全運転で行きましょう。まだ日が高いうちに、ね、出発をして景色を楽しみながら帰っていきます。そしてこんな時間はですね、何気に自分の一人反省会の時間だったりもします。今回金沢でどんなことをしたのかななんてことを思い返しながら帰っていきます。まあ、今回ね、移動時間もかなり長いので、行きは白川郷によって景色を堪能したり、村に息づいてる人々の生活を堪能したりと、美しい自然も建物も満喫しました。
そしてコンサート、そして講習会ではですね、皆様といい時間を過ごすことができたんではないかと思っております。非常にね、幅の広い楽曲を皆様に聴いていただきましたし、講習会でも多くの方、そしてさらに聴講の方もね、たくさんいらっしゃってくださって、皆様といい意見交換をしていくことができたように思っています。帰り道はですね、飛騨高山に寄り道をしていきました。飛騨高山はね、ちょっと東京に戻る時間の関係で30分から1時間くらいしか入れなかったんですけれども、それだけでも古い街並みというところがあって、そこを歩くだけで満喫できちゃうような素晴らしい場所でした。またゆっくり行ってみたいなと思っていたりします。第3の講習会もですね、僕も後ろから参加して見守っていたりしました。そして何よりもコンサート、金沢の皆様に生で音を届けられたのが楽しい金沢の旅でした。おしまい。